汗とかを吸ったりはしないのかにゃーっと。はーい。はーい、着る前から詰め立ててくれてありがとう。ジャン君、僕だね。朝のジャン君はこんなに甘えます。はい、ジャン君。黒い人来た。黒い人、朝のポンちゃん。はい、おいで、ポンちゃん。はい、ポンちゃん、ポンちゃん。おはよう、ポンちゃん。一回来て、また向こう行っちゃって、また帰ってきました。じゃん、ポンちゃん。行くだね、ポンポンちゃん。ポンポンちゃん、ポンポンちゃん、ポンポンちゃん。ポンポンちゃん、かわいいポンポンちゃん。ということで、Tシャツ買っちゃった。買ってきました。でか、絵がでか。あのあれだよ、なんだっけ、フルグラフィック T シャツがどんなもんか、うん、ちょっと知りたかったので。でやっぱりちょっと拡大してるからボケてるかな。拡大、あの大きいやつだから拡大はしてないはず。 あれ、拡大とかしたっけ。あれしてないんじゃないかな。もともとの絵がさ、そこまででかくなかったじゃん。うん、あ、でもいいか。よいしょ。いや、いいんじゃないですか。大きい。もうほとんど、まおいさんの身長と同じくらいじゃないですか。そんな大きくない。うん、はい、ジャン君。はい、ジャン君、はい、乗っていいよ。はい、ジャン君。ジャン君、どうですか、これ。どんな生地なのかなと思ってさ。うん、割と薄めだね。さ、薄手はね、薄手って書いてあった。うん、一番薄手だったかな、なんか。サラサラしてる。そう。だけど、多分綿100じゃないので、うん、あの、汗とかを吸ったりはしないのかにゃーっと。はーい。はい、着る前から詰め立ててくれてありがとう。はい、これを着て人前に出てみます。え、まあいい感じだと思います。これね、いられで描いたらもっとはっきりするから、なんかもう一個、うん、
いい感じだったら着てみて、いい感じだったら、うん、もう一個は、うん、あのジャン君とかポンちゃんの大きくやつ、ね、そうそう、あれにしようかなって思ってたんだけど、はい、ジャン君もいい感じって言ってると思います。言ってる、ありがとうジャン君。いろいろ開発にはチェックが必要だからね。うん、ということでした。ジャン君、いいな、ジャン君そこ行って。今日は5回目か6回目ぐらいですか、膝に乗ってきたの。あれ、これをカメラをつけると移動するんだよね。で、ブラシのとこまで行くんでしょ、どうせ。どうだろう、これが邪魔でした。この下まで行くんじゃない、テーブルの下じゃない、これですか、こっちなの、これじゃないですか。あ、ポンちゃんの毛がついてる。ポンちゃん、ポンちゃんも甘えとけば、そっちに入るの、どうしようかにゃーって悩んでいます。どうしようかしら、どうしようかな。